よし、じゃあハイレマはめ込み行くか。もういなくなってっかな。いるわ、ガッツシいるわ、増えてるわ。どっか行け、あいつ通れないぞ。ちょっとさ、いや、わからんな、あいつの歩行パターンが。お、こっち来んのかな。あ、こっち来たな。あ、いける。よっしゃ、ルーティーンは見破った。お、すんなりいったね。で、アイテムでスイッチ、これでしょ。いける、そんな一発でレバーを倒す。落とすんじゃない、ガーンガーンみたいな。しなかった、すんなりいけた。パリ、何さ、またおのおにがあれ強行突破してくるパターンじゃん。この絵どうしてこんな慎重に、あ、間違えた、厳重に。まあ待て、まあ待て、まだ押すな、まだ押すな。一旦セーブして、あの左下の窓ちょっとやばいよね、絶対。逃げ場ないよね、でも。どうする、調べてみる、これ。調べられずだな。押すしかねえか。押すぞ。押すからな。はっ、え、石板だった。まさかの。取る。はっ。なんだ、扉開いただっけ。待てよ、待てよ。逃げゲーだな、これ、多分。待てよ。行くぞ。はっ、全然来ねえし。怯えぞ。いや、ちょっとさ、邪魔だよ。え、ちょ、え、お、え、めっちゃ侵入してきてんだけど。おっしゃ。おお、おお、いる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 。案の定いた。待ってさ、待ってさ。ちょ、え、そんなすんなり鍵閉めてどうにかなるもんなの。いや、え、おお、いや、ちょっと、待って、待ってね。あんな焦って逃げる必要はなかったのかもしれないな、もしかしたら。結構厳重にね、なってたしね。え、待って、これスイッチ押してる？あ、押してんな。よし、行こうか。逃げゲーだったのは正解だったね。あそこで、死体が引きずり込まれた時に、すぐに離れるべきだったんだろうな。怖かった、これ。唐突なんだろう。かっこよすぎだろ、飛び出し方。マジそこね。ここはとりあえず大丈夫なんでしょ？で、どっちからどう行けばいいのかってとこだよな。これ壁ドンで俺たちの気持ちを焦らせようとしてんだろうな。え、どうしたらいいのこれ。思いっきしこっち見てる人いいんですけど。待ってね。ここで、ここで、あ、動き出した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 ぞ。あ、今チャンスじゃん、今チャンスじゃん。ほらほらほら、いけたいけた。いや、あー、なんでさ、なんで扉開けた。え、逃げ、お、これで大丈夫のはず、本当に。顔ちら、ほら、顔ちらしてる。顔ちらしてるって。どうしたらいいの、どうしたらいいの。セーブしたいよ。セーブしさせて、させてって。下回りきらんぞ、おい。よし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 。石板いったはめよ。石板いったはめよ。これで多分また次の扉が開くはず。はい。でもこれでもまだなんでしょう、多分。お、やっぱ開いた。じゃあ次あそこ行くか。俺も石板じゃないや、銅像も揺れてんの。めっちゃ暴れてんだけど、あっち。あれ、突破された音しなかった、今。はぁ、開いてる。どこ行った、どこ行った、あいつ。こっちはもう行かなくていいんかな。こっちはこっちでなんかありそうだよね。うわ、めっちゃメタなってんだけど。うわ、食人機全滅してんじゃん。いや、逃げ出しただけ。しかもここ広いだけで何もないの、まさかの。あ、何もないぞ。まさかだった。絶対なんかあると思ったのに。ピアノ弾く？猫踏んじゃった。猫踏んじゃった。待って、一回セーブしよう。よし、行こう。どこだ？ここどこだ？これ調べる？研究員の手記。すでに発症した少女が運び込まれた時は、どうなることかと思ったが、ついに先生の実験は成功した。あの少女とウイルスを利用すれば、莫大な富が手に入る。うまくいけば自在に力をコントロールできる。生物兵器として軍に売り込むことだって可能だろう。お姉ちゃんのことだろうな。少女を利用してさらなる研究を進められると思ったが、石井先生はそれに強く反対した。くそ、まさか金と手柄を独り占めする気か。違うでしょ、人間としての道徳とかそういうことを考えた人なんじゃない。もしかしたら、多分ある研究員の懺悔。なんだ、大学で学んだ知識を生かせると言うから来てみたが、この施設は狂っている。石井先生の研究に対する姿勢はある種の変質かな。恐ろしい人体実験までして、一体何を作り出そうというんだ。何度もやめようと思ったが、愛する家族の顔が脳をよぎりできなかった。きっとこの先も許してくれ。なんだ、なんか意味深な感じだな。何これ。あ、ここで手に入ったよ、針。やっとなんだけど。
針の保管について見る。アイコが時計に触れないように時計の針をここに保管しておく。持ち出し現金。いや、がっつし持ち出したけどね。この先はいける？いけな、あ、開ける。あー、ここか。一番最初のところじゃないこれ。まあいっか。え、やだ、ちょっとなんで揺れるの。ここから左行けばいいんだよな。もうさ、大丈夫か。大丈夫っぽいね。ドキドキする。これで12時にすればいいんだよな。また声が聞こえるんだよな。なんか時計の調子。はい、で時計に調子をはめた。ここからだよ、謎解きは。針を動かす。何時に合わせようか。4桁で入力。ああ、なるほどね。あれは00、これいいかな。0時0分。あれ、あ、そういうわけじゃない。え、待ってね。あ、そういうことか。こういうことじゃないの。それとも12時何分にした方がいいかな。あ、普通に行ったわ。やった、赤い宝石を入手した。逆パターンのパスワードだね。普段は0からスタートだけど、今回はまばらにされてた。行くぞ。いるじゃん。なんでさ、なんでさ、あの人。何勝手に来てんの。待って、こっちから逆に。いや、もう四面楚歌とはこの状況を言うんだろうな。後ろ通っていけるかな。ピューン、いけた。セーブしよう。セーブ、これセーブだっけ。セーブじゃない。セーブは一番右だよな。俺はこまめにセーブするぞ。怖いんだもん。これセーブ。よし、行こう。もういやん、食事行き怖い。これ行って、じゃあ鹿の剥製。え、鹿の剥製か。鹿の剥製に宝石入れるぞ。あ、はいはい。アイテム、赤い宝石。剥製の目に宝石をはめた。開いた。鍵の開く音がした。行くぞ。意外と小綺麗な部屋じゃない。血みどろだ。どうしよう、セーブしよう。いいね、こまめにセーブできる場所がいろいろあって。ここ見てみる。金庫に関するメモ見る。大切な石板は被験者や愛子の手に渡らないよう特注の金庫にしまうことにした。パスワードをどこかにメモするようなヘマはしない。何せパスワードは金庫そのものにデカデカと書かれているんだから。どういうこと。一つ食えることがあるとすれば、発注先をあのでかい柱時計と同じ会社にしたことか。まさか文字盤に同じ手法を使うなんて。ん？どういうことだ？これは難しいか？なんだこれは？これはなんだ？これは金庫？なんだこれは？全然わからんぞ。え？2212とか。2212。違う。そう、手がかり欲しいけど。手がかり多分これなんでしょ？ちょ、待てよ。いて。パスワードどこかにメモするヘマしない。あのでかい柱時計と同じ会社にしたことか。まさか文字盤に同じ手法を使うなんて。文字盤にってことは、もう一回あの時計を見に行けってことなのかな。これをちょっと気にしといた方がいいのかもしんないな。ちょ、待ってよ。一回時計見に行こうか、そしたら。いや、またあの食人鬼いるんじゃね？いる。普通にいる。ちょっとツーショット撮っとく。サムネ用にここで。お、ビクトー、なんで隣に行っただけなのにやられた。おい、テーブル蹴っちゃったし。びっくりした。何がサムネ用にツーショット撮っとくだよ、もう。まあ、ツーショットにはなったわ。あー、もう。心臓痛い。ここか。あー、なるほどな。なんか似たような形してるな。じゃあ、あのも、あれか。金庫の形を覚えてこないといけないね。これ人何度も往復してるのに気づかねえもんな。どんな形だ？あーん、ややこしいけど、とりあえず、1から9、9、メタ発言だけど、1から9の間の数字だと思うから、うん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 。まあ、覚えられたかな。多分。黙って素直にメモするべきかな。言って、あ、いいか、ここをちょっと写真撮っとくか。ちょっと待ってね。オッケー、写真撮った。じゃあ行こうか。ほら、もうこれ何往復目？なんか3、4往復目ぐらいしてっけど。じゃあ開けようか。まず、一番左のが、これは9かな？
9でイコールだからこれは2で6、7か7で最後が5か。はい、あれ嘘、待て何が違った、え9でしょ、あれ待ってね、6、7、8、9合ってんの、9、あ違うわこれだ、9、1、7、5だった、あれ嘘これも違う、はいはいはい多分解けた、4、1、7、5だ、4と9が同じような形してた、あー開いたね、よっしゃ石板だ、これは物語終盤までもう来てんのかな、それともまだまだ先が、ちょ待てセーブを忘れるな俺、セーブ、よしじゃあこれでお姉ちゃんが囚われているであろう地下室に行けんのかな、危なかった超危なかった今マジすれ、あそっか戻れないんだっけ、あれ戻る方法ってどうだっけ、こっちだっけ、あれこれぐるっと回んなきゃいけないんだっけ、マジあれか、一回右行かなきゃいけないんだよな、おなんでさ、なんでさマジこいつお前どこいたんだよ本当になんで急に飛び出してくるんだから、もうよし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 、はいはいはい、こうでしょ、もう食人機がいなきゃいいけど、おい、ちょっと近道じゃなしでしょ、あまた同じとこ走って、あれでも待ってよ、これやらかしたんじゃん、だって道ないよね、だってここ塞がれてるはずだから、あれだってあの先は、あ違うわ、おの鬼が一回開けてくれてるんだ、じゃあ行けるのか、じゃあ行こうなんだこの自己解決、あーい死んだちょい待ちね、ぐだってきてるよ、ぐだってきてるよこれ、食人鬼がいたのがちょっとな、逃げれるのかなあれで、こう行ってこここう行って、マジそこ突破するのなしだって、こいつ結構予想外の行動してくるからな、こう行ってあれ、あちょっとここまで行くわ、スキップするわ、待ってて、よしよし来た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 、またあいつ近道してる、あれ逃げ切れたの、えダメ、どこまで逃げてもキリがない、どうしたらいいの、おお、こうなったら1か8か、いや勇気あるなこの状況で、超いけた、おギリギリしまった、いや一緒に来たんじゃないかこれ、行き場をなくした私は夢中で階段を駆け下りた、この先はお姉ちゃんがいる場所に繋がっている、その希望を頼りに、それに浮かび上がってきたいろいろな謎、この館は何なのか、どうしてあんな化け物がいるのか、そしてなぜお姉ちゃんはさらわれたのか、その答えが全てこの先にある、そう信じて走った、待てまだ走る、まだ走る、走るよ、おすごいすごい、おおほんとだ、ずっと追っかけてくるんですけど、えここが地下研究室、なんかあれおのおに来ない、来ないっぽいよ、お、お姉ちゃんがいる、あれはお姉ちゃん、姉ちゃんねえお姉ちゃんたら、ダメだ仕方されてる、もしかして向こうからは見えてないの、マジックミラー、どうする、あれ動いてる、はい、あやべ、ちょこれ適当に押さない方がいいパターンのやつじゃない、じゃあこれは次電子ロックの解除にいそしまなきゃいけないね、あー真っ暗ですね、ウイルスの諸症状について見てみる、アルドビアウイルスの諸症状、第1段階、発病は突発的で発熱、頭痛、筋肉痛などから嘔吐、腹痛、消化不良などを呈する、うへ、驚異的な筋肥大、あーおのおにだな、出血、下血、消化器官の収縮、そのため摂取した野菜は消化前に排出される、え第3段階、筋肥大による窒息、多臓器不全、この時点で感染体の 99% が死亡する、えじゃああの鬼はたまたま死ななかった個体ってことになるのかな、研究員からの要所も、パスワードの変更について、また石井先生一体どこからかは分かりませんが、被験者たちに研究室のパスワードが流出しているようです、あのナンバーは娘さんの命日とのことで非常に思い入れのある数値であることは理解しています、しかし脱走のために施設中を駆け回るのは疲れました、至急パスワードの変更をお願いいたします、命日か、パスワードの変更について、あらあのパスワードを変えるわけにはいかない、私があの子を忘れないようにするためにも、命日ってどっかで情報あったっけ、記憶ないな、お助けを求める手紙、助けてこれを見た人、誰か捕まったら殺される、みんな注射で死んだ、お願いパパママいい子にするから、怖い話、お
ビデオデッキだ。ビデオ見てみる。命日とか出てくるかな。男、2003年、だいぶ昔だね。本日の経過報告。抗ウイルス剤の投与から3日目、激しい嘔吐、皮膚には腫瘍あり。いや、今回も失敗に終わるか。しかし以前よりは効果が見られる。この調子で続ければいずれは。石井先生、あ、あなたが石井先生。どうした？新しい被験者が到着しました。今回は8歳の少女です。これがお姉ちゃんかな。よし、わかった。すぐに確認に行く。では今回の記録はここまでで、次回は明日、被験体が生きていればいいが。終わり？あ、終わった。え、ビデオじゃあ持ってく？ビデオテープ A を入手した。なんかの情報に繋がんのかな。謎だね。見たことのない薬瓶ばっかりだ。お誕生日がわかんねえんだよな。まあいいか、先進もう。いけなかった。向こうから施錠されてた。じゃあ行く？もう右の方になんかあるよね。これなんかいたりして。いない。音がやば。マジ？これは一体ここで何が？まだ生きてんのかな？なんかもたれかかってる女の子いるよね。みんな小さな子供ばかり。ひどい。張り紙。絶対に開けるな。死にたくなければ全ての情を捨てろ。え、いやでももう手遅れたよな多分。あ、もうここにすごい菌が繁殖しちゃってんだろうな多分。怖っ。これ研究員の手記。3月4日夜が明けた。相変わらず辺りは地獄だ。どうしてこんなことになってしまったんだ。体が徐々に動かなくなっていくのを感じる。例の斑点も出てきた。こんなことなら研究に参加しなければよかった。そうだ、奴らと同じになるくらいなら意識のあるうちに自分で。文章はここで途切れている。自殺したのか。わあ。なんか足跡がずっと続いてんだよな。根気分。奴らにこのバリケードを越えさせるな。もう俺たちもダメかもしれんが、奴らに食い殺されるよりはマシだ。明日は我が家のチビの誕生日なんだ。うんと遊んでやると決めたんだ。クソ。あ、多分死んだんだろうな。被験者の日記、見る。ここでの生活にも随分慣れた。勉強しろとうるさい大人がいないのがいい。けど友達がすぐいなくなるのは寂しい。あ、どんどん実験台にされてたんだ。毎日の健康診断や注射も面倒くさい。それさえなければずっとここにいたんだけど。ん？お、なんか意味深な。これあれでしょ？北とか西とか東とか南とか分かるやつでしょ？お、待て。まだ外さん方がいいんじゃないか。ん？なんかしら意味があるのかな？これ外すことによって。良い子のみんなへ。はい。お家や学校が嫌いなみんなようこそ。ここでのルールはたった2つ。規則正しい食事、毎日の健康診断と注射、あとは何をしても自由。わーい。その自由こそがね、拘束だったという。白紙。ん？わずかに柑橘系の甘いに香りがする。紙には何も書かれていない。あー、火炙りか。働く車のミニカード。火炙りしようにも火がないよな。しばらく使われた様子はない。え？これ外してみる、とりあえず。あれ？全部取れるっぽい。あ、違うな、これ。あ？多分元の場所にはめろってやつか。じゃあこれをはめて、ここが夕暮れ。お、音。これ。お、開いた。え？またビデオテープ？ビデオテープ B を入手した。ここは何？鉄格子がはめられている。このままでは通れそうにない。いずれ外すのか？じゃあビデオテープ B 見に行こうか。